ジャワトラは食肉木猫科に属するトラの一亜種でインドネシアのジャワ島だけに生息していた。小型のトラでスマトラトラと同程度の大きさという1980年代に絶滅したとされる。体は本土の亜種に比べると小柄であるがバリトラよりは大型であった。島は細くて長くスマトラトラのものより本数は多かった。 花は長く、幅が狭かった。これらの特徴によって、ジャワトラは、他の足とは別の足とされた。オスは、体長百四十八センチメートル、体重は百から百四十一キログラム程度、メスはやや小柄で体重は七十五から百十五キログラム程度であった。ジャワトラの小柄な体格は、餌となる動物に由来すると考えられている。彼らは、鹿、番天、 イノシシ、水鳥、ハチュウ類などを捕食した。第二次世界大戦前までは、インドネシアの動物園でジャワトラが飼育されていたが、戦時中これらが閉鎖されたこともあり、飼育下での寿命や妊娠期間は知られていない。絶滅の要因は、狩猟と生息地である森林と餌資源の減少であると考えられている。 20世紀後半の1975年には1938年には2800万人だった。ジャワ島の人口は8500万人に増加しており、主食となる米は不足していた。稲作地を拡大するために森林は伐採され、1938年に島の表面積の23%を占めていた。 自然林は1975年には8%にまで減少した。こうした人間の生活範囲の拡大が絶滅の主因となった。1940年代には、ジャワトラはすでに人里離れた森林や山地に追いやられていたが、その森が野生動物の保護意識が十分でなかった第二次世界大戦後の時代、チーク、コーヒー、 ゴムのプランテーションのために細分化されたこと、鹿をはじめとするジャワトラの餌となる動物が減少したことも個体数の減少に拍車をかけた。1965年頃には反政府組織が資金源とするためにジャワトラを買った。さらにいくつかの事件によってジャワトラの駆除が大規模に行われ多くのトラが毒殺された。それでも1960年代半ばまでは ウズンクロン、ルエンさんちゃん、バルランの三つの保護区でジャワトラは生存していた。1971年には、老いたメスのジャワトラが南東部のベキリ山付近のプランテーション近くで写真に捉えられた。これを受け、1972年には同地に自然保護区が設定された。目撃情報は1976年、ジャワ島東部のメルベキリ国立公園におけるものが最後である。 この時の調査では、ベティ・リサンの標高の高い地点で生きた個体が目撃されたほか、3から5頭のジャワトラの存在を示す痕跡が発見された。1980年には、サイデンシティッカーとスヨノが野生生物保護区を拡張し、脆弱な生態系が人間によって破壊されることを提唱し、インドネシアの自然保護当局は1982年に、 この提案を実行に移した。だがこれらの措置は生存していた、ジャワトラを保護するには遅すぎた。1984年、ジャワ島西部のハリムーン保護区で一頭のトラが射殺された。そしてそれ以降、生存したジャワトラの個体は発見されていない。1987年には、ボゴール農家大学が30人からなる調査隊をメル、ベティリに派遣し、ジャワトラの痕跡を発見したが、 トラそのものは発見できなかった。その後、WWF インドネシアの支援を得て、1992年秋にメルベティリ国立公園にカメラトラップが設置された。だが、1993年3月から1994年3月まで19カ所にカメラを設置して調査したにもかかわらず、ジャワトラの姿は捉えられず、この調査の最終報告書が公表された後に、 ジャワトラの絶滅が宣言された。ありがとうございます。